ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、動物にも感情があっていろんなことを考えたり、人間にはない能力があるって知ってる？なになに、宇宙人と交信したりするのか？もしかしたらできるかもしれないわよ。ええー、冗談だったのに。あのね、神奈川県にペットと一緒に入れる桜の里山しな、という特別養護老人ホームがあって、そこにいるワンちゃんの話なの。あ、人の最後を見とるという文福くんだ。そうなの。入居者の最後を察知して、終わりの時まで付き添って見とるというワンちゃんがいるそうなの。うわぁ、気になるぜ。そこで今日は、藤代治さんに魂との対話で文福くんに色々と聞いてもらいました。それじゃ、ゆっくりしていってね。では、ミトリーヌと呼ばれている文福くんの解説を簡単にしていきますね。お願いするよ。文福くんはミックス犬で推定12歳の男の子です。現在は先ほども触れた施設で、たくさんの老人たちと暮らしていますが、もともとは、保健所で、処分寸前の保護犬でした。入居者が連れてきた子じゃないのか？違うのよ。飼い主に捨てられて、ただ、布を待っていた犬だったの。明日には処分されるというところで動物愛護団体に引き取られたということです。捨てられちゃったのか。その時の写真が愛護団体に残っているそうだけど、その表情は暗く絶望していたの。そこから今の老人ホームに引き取られて、明るさを取り戻すうちに不思議な行動をするようになったのよ。見取りだ。その通り、文福くんは入居者さんが、亡くなる3日ほど前に部屋の前でうなだれて過ごすというわ。その施設では、ワンちゃんたちは自由に入居者さんの部屋に入れるにもかかわらず、その時だけは入ろうとしないそうです。そしてそこで半日ほど過ごしてから部屋に入り、ベッドの脇に座り入居者さんをじっと見守るそうです。何かの儀式？どうしてかしらね。そして他界される2日くらい前からベッドに上がり入居者さんの、お顔を慈しむように舐めるんですって。この施設は動物好きな人がわざわざ入居される施設だから、そうされると入居者さんの表情も緩むそうなのよ。やがて文福くんに見取られながら入居者さんはみんな、穏やかに旅立たれると言います。無垢な生き物がそばにいてくれると安らげるんだ。そうやって文福くんは何人も何人も見取ってきたのよ。トイレとご飯以外は片時も離れずに寄り添って、見取りを行うというから驚くわね。ちなみにこちらの施設は犬と暮らせるユニットと猫と暮らせるユニットがあるそうです。どんなこと考えてるのかな？そしてどうしてそんなことをするのかな？その上にね、入居者さんが一時的に弱っただけならそんな行動はしないというわ。文福くんだけにわかるお告げのようなものがあるのかも。そんな特殊な能力を持つ文福くんにいろんなことを聞いていただきました。ではゼロ意識研究所の藤代治さんにお聞きしていきましょう。治さん、よろしくお願いします。はい、霊夢ちゃん、魔理沙ちゃん、今日はよろしくね。文福くんはどうだったの？ワクワクするぜ。あの子は本当に賢い子で、自分の役割がわかっている感じでしたよ。それ以上言わないでー。楽しみが減っちゃうわ。はいはい。では順番に話していきましょうね。今日も第三者さんに文福くんの魂を下ろしてもらった、魂との対話になります。こちらは2022年6月3日に実施したものです。では、始めていきましょう。ミトリーヌの文福くんですか？うなずいた。文福くん、あなたにいくつか尋ねたいことがあるので、答えられることは答えていただければと思います。また、うなずいたね。施設に来る前には保健所に入ってて、本当に、される直前で保護されたと聞いていますが、その時のことは覚えてますか？はい。うん、その時はどんなことを思ってましたか？かわいそう。かわいそう？うん。周りの子たちが？はい。文福くんは保健所で次々に処分されていく子たちの悲痛な声を、壁一枚隔てた部屋で毎日聞いていたそうよ。今は保健所も変わってきたそうだけど、その頃はそんなことが日常だったんだ。あなたは恐怖とかなかったの？自分自身は怖いとか。怖いはないです。もうとにかくかわいそうだなって思ってたってこと？はい。じゃあ保健所に来る前はどこにいたか覚えてる？人の家です。ああ、そこの飼い主さんがあなたのことを飼いきれなくなっちゃったってこと？いや、そうでもないと思います。嫌いになったんじゃないですか？嫌いになった？うん。どこが気に入らなかったんだろう？知らないです。あなたはその飼い主さんのことどう思ってました？今となっては思い出せません。ああ、もう忘れちゃったってこと？はい。そうしてね、今の施設にやってきた時はどう思いましたか？お仕事いっぱい。お仕事？うん。あなたにとってお仕事って何ですか？可愛がってもらうこと。いいなぁ。ああ、可愛がってもらうこと。うんうん、
って、施設に行ったら人がいっぱいいて優しくしてくれました？はい。やっぱりそれは嬉しかったですか？うん、まあ、はい。施設って年を取った人が多いじゃない。はい。あなたはそれをどう感じました？お年寄りが多い。それに対してどういう感情があったの？お年寄りは、お年寄りは一個のところに集まる。一個のところに集まる？うん。施設に集まるってこと？そう。人間はお年寄りになると、一個のところに集まる。ああ、なるほどね。それでね、そのお年寄りの人たちがたくさんいるじゃない？うん。あなたはね、そのお年寄りの人たちを見て、このおじいちゃんおばあちゃんももうすぐ、んじゃうとかそういうのわかるの？うん、なんか、そういうのは多少、やっぱり嗅覚としてあると思います。嗅覚？うん。動物の嗅覚として。匂いでってこと？うん、そうですね。弱ってるとか弱っていかないとかそういうやつ。そういうのがわかるんだ。あなたがそれを鼻で感じ取った後にね、例えば亡くなるじゃない？おじいちゃんおばあちゃんが。うん。その時に、んじゃったおじいちゃんおばあちゃんの魂が見えたりするんですか？ああ、はいはい。見えるの？はい。見えるの？そうなんだね。それで、その時ってまだ人の形してるの？してるよ。してるのは大体みんな、お羽みたいなのがついて、ふっくらとして、ふわーんって浮いていくような感じ。そうなの？ふーん、例えばさっきまで生きてたおじいちゃんたちが亡くなって、体からスーッと離れていく時に羽がついてるんだ。お背中のところに大きな羽みたいなのを背負ってて、で、お洋服みたいなのもふわーっと大きいのを着てて、体もなんかすごく大きく感じるの。うんうん。顔もなんかこのおじいちゃんだったなとかおばあちゃんだったなとか、わかるんだけど。そうそう、実際のお体がちっちゃくても、離れたらふわーんってなって。広がる感じなんだ。そうそう。そんな風になるんだね。それで、うんさよなら、またねっていう感じ。うん。びっくりだな。でね、まだ亡くなる前、もうすぐ、でしまいそうな人の部屋に、入ろうとせずに半日くらい、部屋の前であなたは座り込んでうなだれるらしいのね。ああ、そっか。うん。そしてそれから部屋に入ってベッドのそばで寄り添って見つめてるんだって、おじいちゃんおばあちゃんのこと。うん。それは何か意味があるの？もうすぐ、でしまうと察知したら部屋に入らないのはどうして？やっぱりちょっと怖いってのもあって。怖いって言うと？その瞬間。え、その時に？ただ、そういう状態になってからだったらいけるけど、その瞬間って、だって自分もそうなったら怖いじゃん。だから。そうか。うん、でも、布がわかると部屋に入らないで、その後部屋に入っておじいちゃんおばあちゃんに寄り添って、じっと見つめているっていうのは怖いからということ？逆。もう離れたなって時にはもういける。ってことは、おじいちゃんおばあちゃんの魂の背中に羽が生えて、スーって体から出ていくっていうのはまだ、ぬまえの話？どうなのかな？でも、でからっていうわけでもないよ。そういう状態になってるのを見てる感じ。体がどうなってるかは知らない。でもそうなってる状態じゃないと怖いからあんまり近くに行かないってだけで。ああ、なるほどね。要するに、でしまう人の部屋の前に座り込んで、うなだれちゃうってのはちょっと怖いからってことだね。うん。そして、ああ、もう、出るなって思うと怖さがなくなって。準備が整ったなっていうか、出たなって。呼吸が止まる前に魂が抜けているってことなんだな。それがわかるのね。なるほどね。そうしてからベッドに上がって、準備ができた人の顔を舐めてあげるときって、どんな気持ちでやってるの？お別れの挨拶？そういうことになるのかな。そういうときにあなたはその魂に話しかけるの？でもそれは体の。ワンの自分の方が無造作にやってることだから、仲間っていう意識だと思います。あ、おじいちゃんおばあちゃんが、お友達みたいな感じなんだ。ワンの自分って可愛い。要するに、最後に友達とのお別れの挨拶みたいな感じってことなの？そうだね、大丈夫だよってことじゃないかな。その割に怖い時はずっと一緒にいてあげないんだけど、でも、あの一応そういう感じ。ああ、なるほどね。だってさ、一緒にってなったら怖いじゃん。まだやることだっていっぱいあるしさ。なるほどね、わかる、わかる。布はだって、自分でもわかんないもん。それからね、で行く人や動物って、よく人が見えないものが見えてるみたいに空を見つめてたりするんだけど、あなたはそのおじいちゃんおばあちゃん以外の亡くなった人や、亡くなった動物とかも見えたりするんですか？見えない。最後の時だけ？そしてそれが離れていって、すって消えていくの？消えちゃうの、そう。その時にね、
例えば光が降りてきてるとか、そういう感じはあるわけ？ない。ないんだ。そのおじいちゃんとかおばあちゃん自体がキラキラしてるから。ふーん。で、そのキラキラがスーッと消えていくような感じなんだ。そう、で、何にもなかったようになるの。それって結構長い時間なの？それともあっという間？あっという間、割と。ふーん、そうなんだね。そんな長くないよ。じゃあ亡くなる魂のことが、おじいちゃんおばあちゃんがそうなるってわかるということね。うん、そういうことになるんじゃないかなって思います。なるほど、そういうことか。でね、今の一連のことを自分の仕事だって言ってたけど、いつからこれが仕事だって自覚したの？来た時から。それって来た時にこれが自分の仕事だって、役目だって思っていたの？そこにいるおじいちゃんおばあちゃんたちに、少しでも楽しい時間を過ごしてほしいなっていう気持ち？まあ、なんかね、さっき話してたことあるでしょ？顔を舐めるとか、お顔を見つめる動向。それはもうあくまでなんて言うんだろう？それは二の次であって、自分が来た時には、連れてきてくれたことに対してやっぱり精一杯自分がやろう。って思ってたから。なんでも。だからそれの一環というか。で、それをね、なんか、すごいって言ってくれるなら、それはそれで嬉しいけど、でも自分はいて、ここにいるっていうことが一番のことだと思ってるから。あなたの仕事ね。文福くんがおじいちゃんおばあちゃんたちに寄り添ってあげることが、一番の仕事ってことだね。あとはね、姿を見るっていうだけでもいいとも思うから。じゃあ、その仕事っていうか役目の中で言うと、どんな時に一番幸せを感じますか？やっぱり、笑顔を引き出した時。そうなの。霊夢、もうデレデレだな。なるほどね。老人で病気になって人が変わってしまって優しかった人が、乱暴になったり、怒鳴ったりしてもあなたが寄り添ってあげるらしいのね。それは笑顔を引き出したいから？特にそういうのって分け隔てをしてるわけじゃないし、あとはまあ、寂しいからっていうのもあるから、そういうとこにはちょっとは贔屓してあげなきゃいけないから。マジか。そういう意味でやってるけど。あなたが笑顔にするのが幸せって言ってたから、変わってしまってもなおさら笑顔にしたくてそばにつきそうのかなって思ったんです。ああね。笑顔を引き出した時に嬉しいってのは自分の気持ち。で、寄り添ってあげるのはお仕事。この時におじいちゃんおばあちゃんの心の奥とかわかるの？ピリピリしてるとか寂しいとか、でも大体あーって言ってる時は寂しいから。そういう感じがするんだ？するする。そうなんだね。でも、それを例えば今からこうしようとかああしようとか考えても、もうおじいちゃんたちにはできないから。だから、ちょっとずつ気持ちが収まるように、例えばくっついてあげる。くっついてきた。とか触れた。とかっていうことで、心の気持ちをそっちからそらして。そしたら、あったかい気持ちになるしかないから。そういう人の気持ちを感じるってことだよね。まあ、そういうことかな。自分の武器をちゃんと知っているし心を読んでいるんだぜ。施設に来て一番良かったことと、大変だったことは何ですか？大変だったことは特にないです。良かったことはちゃんとご飯が食べれて、あったかいところで寝れて、ってそういう感じ。お仕事があるのもいい。やりがいがあるってことね。はい。かわいい。施設で過ごす中で一番の楽しみは何ですか？みんなで集まって笑ってるところにいること。ああ、そうなんだね。なるほど。やっぱり笑顔が好きなんですね。あんまりそういうのないから。みんなで集まって、みんなで同じもの見て、前はよくやってたんだけど、あはははははって。みんなで笑ってたんだ。おやつ食べたり、ご飯食べたり、そういう時にみんなが笑ってあはははって声が聞こえてきたんだけど。それが、ちょっとないっていうか、少なくなっちゃったから。ああ、それは世の中の状況が変わったからだね。そうそう。今、世界中でコロンっていう病気が流行ってて、多分施設の中でもみんなで集まることができにくくなってきたんだね。だからね。そうやってみんなで集まって笑ってたりするのを、見てるのが好きだった。でも、それがちょっとなくなってきちゃったから、仕方ないなって感じ。早く元の状態に戻るといいね。これからもおじいちゃんおばあちゃんに寄り添ってあげて、最後良かったと思ってもらえるようにお仕事頑張ってね。自分の体にも気をつけてくださいね。ありがとう。はい。文福くん、お仕事頑張ってね。今回はとても楽しい対話だったし、いろいろと興味深かったです。自分ができるお仕事を全うしようとしているところがけなげだったな。笑顔を見るのが好きっていうところが、食べちゃいたいくらいいじらしい。霊夢。
食べられるのはお前だぜ。それにしてもあの子は、昔人間だったことがあるんじゃないのかな、と思います。あまりにもよくわかっていて驚くほどでしたよ。人の気持ちが感じ取れているところが驚きだったな。その上で寄り添っているところがすごいと感心しちゃった。文福くんとの対話は本当に新鮮でした。いつまでも元気で皆の笑顔を見て過ごしてほしいなって思っています。はい。また、いろんな動物の霊視も行っていきますね。じゃあ、ここからは藤代治さんの活動についてお話ししていくよ。最後には素敵な特典があります。では、藤代治さんのゼロ意識研究所の活動について説明していきましょう。気になっちゃうよ。ゼロ意識研究所では藤代治さんがゼロ意識につながり、生死に関わらず、対面や遠隔で、リーディングやヒーリングを行います。体だけでなく、精神や心、魂のエネルギーをクリアにし、癒していくことを目的に活動されているわ。魂のお選択だな。それによって人間関係や精神、そして体の病など様々な癒しを図ることができるそうです。ゼロ意識研究所ではヒーラーの育成もされています。ヒーラー？特別な能力がいるんじゃないの？おさむさんが言うには、これは誰にでも備わっている能力だというのよ。だから訓練を積めば、誰にでも習得できるということなの。そして藤代治さんから、最後に特別なお知らせがあるよ。お、待っていたぜ。ゼロ意識研究所では今現在、3つの特典を盛り込んだ公式 LINE を用意しております。こちらの LINE では、ゼロ意識の能力習得講座を無料で受けることができるので、ぜひとも活用してみてください。ヒーリングやリーディングができるようになりたい。魂との対話に興味がある、スピリチュアルに少しでも興味がある、という方にはおすすめだぜ。それにゼロ意識の能力習得講座以外にも特典が充実しているわ。ちなみに特典の一つは全ての悩みを消すための教科書よ。かなり時間をかけて作成したものになりますので、ぜひとも受け取ってみてください。こちらの YouTube の概要欄に LINE の URL を貼っております。うわぁ、ちょっと、あとの二つが気になるわ。早速、LINE 登録して、ゼロ意識の能力を手に入れるぜ。それとおさむさん、今日はありがとうございました。また、いろんなお話聞かせてくださいね。楽しみにしています。公式 LINE 覗いてみてね。今日はとっても面白いものを見た感じ。自分も歳を取ったらあんな風に動物に見取られたいぜ。見取られる前に見取る方に回ってみたら面白いかもね。わかったよ、見取りまんじゅうって言いたいんだろ。そうそう。でも、あそこまでやれるって本当にすごいと思う。間違いないな、ちゃんと自分の役割を認識してるし介護のプロだよ。けなげさって尊いわ。心が綺麗に現れる気持ちになるしね。笑顔を見てると嬉しくなるのはみんな一緒なんだ。確かに、私たちだって赤ちゃんとか動物の笑顔を見たら、幸せになれたりするもの。お年寄りの笑顔を見たら幸せになれるなんて可愛すぎるぜ。ということで、また、遊びに来てね。ありがとうございました。